金目町駅は東京都豊島区金目町一丁目にある東京地下鉄の駅である。有楽町線、福都新線が乗り入れる。当駅を含む小竹向原駅池袋駅間は有楽町線が上層を福都新線が下層を走る形で並走する。このため、当駅においても有楽町線ホームの直下に福都新線のホームがある。駅番号は有楽町線が y 零八。 福都新線が F08 である。上下2層構造で各層に島式ホーム1面2線を有する地下駅。金目町通りの直下にあり、山手通り、首都高速中央環状線山手トンネルとも交わる。当駅は貫禄ボックスと呼ばれる道路、地下鉄、ライフラインを一体化した巨大地下構造物の一つである。 当駅のホームの方が山手トンネルよりも深い位置にあるが、それは、貫禄ボックスの成立経緯に原因がある。なお、福都新線ホームの下には、山手トンネルの換気パイプが4本あり、ボックス完成後に新たに付設されている。福都新線ホームは、有楽町線の建設時に、すでに構築済みであったが、福都新線開業までは、未許用とされた。このため、 有楽町線ホームから副都心線ホームへの階段用スペースは蓋で覆われていた。改札口ホーム間のエレベーターも設置当初から副都心線ホームまでの連絡に対応しているが、有楽町線ホーム泊まりとされていた。また、副都心線開業及び有楽町線は甲子駅池袋駅間の準急運転開始に伴い同線ホームの放送機器が更新され、 編成量数を案内するようになった。副都心線ホームは、可動式ホーム柵が、開業時より設置され、使用されている。その後、有楽町線ホームにも設置され、2011年1月8日から、共用を開始した。全ホームで、スイッチ製作の発射メロディを使用している。各年度の1日平均乗降人員数は、可表の通り。各年度の1日平均乗車人員数は、 下表の通り、最寄り停留場は山手通りと金目町通りの交差点である金目町一丁目交差点付近にある金目町駅である国際工業と関東バスにより運行される以下の路線が発着する注射区店ありがとうございます。